はいどうも皆さん、おはこんばんちは。大高寺今日の大ちゃんです。本日はゴリラオンラインやっていきたいと思います。アップデート来ましたね。大体1周年アップデートおめでとうございます。というわけでね、もういろいろ、もういろんなことが起きすぎちゃって、もうこの動画ではそのアップデート内容全部説明はしません。というわけで僕がやりたいことだけやります。というわけでね、はい、まず早速やっていきたいのは新しい新ゴリラちゃん。はい、出ました。こちらキングゴリラちゃんですね。いや、来たね。ゴリラの中のゴリラ。もうキングゴリラ出しちゃったらもう他のゴリラ出せないんじゃないのまあでもおそらく、このゴリラなんですけど、まあ課金ゴリラ以外とか課金、こういったサバイバーとか、まあ、全ての、ゴリラを、課金以外のね、全てのゴリラを手に入れた状態でしか解放することができないゴリラとなっております。というわけで、最強なゴリラと僕は思っております。はい。解放していきましょう。でも星3なんだよね。星4でもいいと思いました。はい。じゃあ、早速購入していきましょう。ね。はい。ゴリラを解放しますか。はい。キングゴリラをアンロックしました。というわけでね。イエティ解放しなかったねいつもだったらイエティ解放しましたーみたいな感じでやってるんだけど、ちょっとそのバグは治っちゃったな。はい。うわ、見て、めちゃめちゃもうクソ笑ってる。超かっこいい。これ正直マッチング何回もして、今日ね、この収録前に何回かゴリオンやっててめちゃめちゃ当たりましたけど、こいつの効果全く分かんなかった。どういう効果なんだろう。ちょっと見てもいいですか。で、今回はですね、何これ、スキルなし、弱いやん。何これ。で、第2が全味方強化。これは新しく、追加されたスキルですね。まあ、前までは全ゴリ強化だった、全ゴリ強化、全味方強化、凶暴化みたいな感じで、なんて言うんでしょうね、無敵時間を使える能力が、細分化されました。で、これはまあ、2回試合で使えると。試合中で2回使えるけど、まあ、全ゴリ強化よりか、まあ、効果時間が短いみたいな感じの能力になっているみたいです。はい。で、何これ、秘宝パワー。ステージに残って表示で様々なパワーアップが得られる。じゃあ、より早くバナナを集めなきゃいけないってこと？むずくないなんか、ちょっと、ダメな匂いがプンプンしてるぞ、こいつ。大丈夫か？まあ、信じるぞ、俺は。今見てくださって分かったと思うんですけど、ゴリラを解放した時点で、スキル3まで全部空いております。はい。これね、運営さんがね、気を使っていただいてね、ゴリラを解放した時は、全部ね、スキル使えないとおかしいでしょ。ちょっとそれ、ゴリラらしくないよ、みたいな感じでね、すっごいいい試みだと思います。で、ね、解放すればすぐ使えますんで、はい。で、新しく追加された、こちら、ギガというね、機能。こちらがですね、今まではスキル1種類というかね、1パターンしかありませんでした。ただ、このギアを変えることによって、そのゴリラの強化、変更とかね、スキルの変更とか、ね、そういったね、変更ができるようになりました。すごいよね。だから、ゴリラ、どんなスキル、今、ギア積んでんだろうな、みたいな。サバイバー的にはもうなんかわけわかんないことになっちゃう。あれ B ダッシュ持ってんのかな？ T ダッシュもう何のスキル持ってるかわかんないよみたいな感じでね、そういう感じでね、すごい頭を悩ませる環境となっております。で、ゴリラを、解放してスキルを開けるのに、まあ、G 石とコインが必要なくなった代わりに、このギアをアンロックするために、宝石が必要になりました。はい。アンロックします。全部アンロックしましょうね。これ、ちょっと待って。これ、足らない疑惑あるんだけど、何これ、ちょっとやばくないこれ。ちょっと待って。あ、よかったー。2個で終わった。2個で終わった。2個で終わりましたね。ほんと2個だけなんかなこれ。まあいいか。はい。マッチング時のアイコンを特別なものに変更する。何それ。なんかね、ゲーミングもね、なんかわけわかんないスキル持ってるんですよ。いや、でもすごい面白かったですよ、正直。ゲーミングがですね、このギア、ハイパーゲーミングエディション、ゲーミングな輝きが増す、さらなるゲーミング体験をあなたに。というわけでね、このギアに関しては、全く効果をなしません。けど、その遊び心、僕は好きです。はい。というわけでね、そうだね、とりあえず普通に回していきましょうか。ね、早速、キングゴリラ、使っていきたいと思います。かっこいい。かっこいい。何これ。かっこいい。で、なんかステージ、なんかラボとかが、なんか、若干なんかさ、暗くなったんだよね。色が。色が黒くなってます。すごくないこれ、後ろ、ゴリラオンラインって。かっこよすぎだろ、このゴリラ。やばー。王冠もさ、かぶってるし。これちょっと待って。あ、全然終わっちゃったよー。ん、これもキングのパワーです。はい、フリジアさん、リアさんにコミショウさん、よろしくお願いいたします。いや、めちゃめちゃなんかさ、サノスじゃないごめんなさい、サノスでしょこれまあこれ言っちゃっていいのかな。まあ一応ね、モザイクで出しときましょうかね。はい、これでもすっごいかっこいい、マジでやばいでしょこれ。1周年にふさわしい、まあ、大体1周年にふさわしいゴリラちゃんですよね。ただこのスキル1が何もない、まあでもそれだけね、この第3スキルの効果が強いってことでしょうね。ちょっとスキル回復したいんで、ちょっとバナナ缶使いますね。ほいっと、なになになに、これなに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 これ、なになになに、これすっごいなんか何が起きてるかわからない僕にはなんかここらへんいるぞ、ここらへんいるぞ。これ黄色、黄色は何これ、遠ざかっちゃった。そうなんですよ、この探知スキルもメートル表示が行われるようになりまして、サバイバーがどこにいるか予測ができると。これでこれマジどこ行ったの予測できるんですけど、これどこ行った。あ、でもすごい超強くない、これめっちゃ離れてんだけどサバイバーあ、でもこっちかな、赤っぽいですね。ちょっと赤い、結構距離あるぞ。どこ行ったのこれなんかもうめちゃめちゃ荒らしまくってんだけど、いや、いる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 、キロキロキロ、マジでこれすごい、めっちゃすごいぞこのゴリラ。もう隠密ムーブを許さない。え、なんでキラキラなくなった。え、キラキラはどういうあれですか。あ、これバナナダッシュか、これこれ B ダッシュだ。キロキロキロ、みんなじゃあ行きます、全強化、よっしゃー、強いはい、ピエンパオンヒンさん、リオさん、フォトナニートさん、よろしくお願いします。え、めちゃめちゃ強いぞこのゴリラ。マジで隠密ムーブの敵がいたらマジで勝つるぞこれあれ、ちょっと待ってよ、これ俺よく見てなかったんですけど、あー、やっぱそうか、緑、ただね、こうやって宝石取られるとどうなるんだろうなっていう、どのぐらい弱体化されちゃうのかな。どこ行ったんだろう、緑取って、まだ緑いるんじゃないでしょうか。いないか。ちょっとバナナ集めますか、じゃあ。ただな、バナナ集めてると宝石取られちゃうじゃん。なんかあれ、今日全強が使えないんですけど、これどういうことですかね。あ、これ、あ、そういうことか。はい、マッチングいたしました、よろしくお願いします。あれですね、僕勘違いしてましたね。これ全味方強化って自分以外のゴリラを強化することができるっていう効果なんだね。いや、それ全強ぐらいくれてもよかったんじゃないねえ、キングゴリラちゃんって言ってるぐらいなんだから、そのぐらいくれても、損はなかったと思うんですけど。いや、そうなんだ。だとしたら、これ黄色いってますね。だとしたらギアで、ちょっと凶暴化、新しい新スキル、凶暴化に変更した方がいいと僕は思いますけど、黄色なの？すごい抜かれちゃったね。どこ行っちゃうの？緑。ただ、敵は、どっちか。あー、でも緑。これいきますね。これ、味方強化使ってあげた方がいいんか。はい。使え、使え、使え。いけいけいけ、イエーイまあ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 、金木さん、ヨッシーさん、アジーさん、よろしくお願いいたします。というわけで、ですね、まあ、今のところの評価、まあ、どんな効果が付与される、そのね、宝石何個ごとにどういう効果が付与されるのかわからないけど、ちょっとやっぱり普通の相手だったら、まあ、ボット以外だったらわりかしガシ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 宝石取られるんで、赤いきますね。ちょっと今のところ、今の僕の評価だとあんまり強くない能力ですね。こんな感じで、ね、普通に抜かれちゃうからね。ほら、こんな感じで、あ、抜かれませんけどまあ抜かれませんけども、はい、はい、しおりなさん、ゴリラさん、ハイボルテージ高野さん、よろしくお願いいたします。そうだね、なんか第3スキルまで解放してるときって、大体ね、まあこの街マップでも秘宝1個、最低でも秘宝1個は取られてますからね、普通だったら。だとすると、ちょっと待って、弱いかあれこいつ弱いのかななんかそんなように狩られてしまう。これだって無敵が使えますよ。はい、あ、終わりです。はい。はい、浮かれはカラスになれるさん、当たりなんとかさん、亀ゴリさん、よろしくお願いします。そうですね、まあ、なんだろう。今のところの個人的な評価としますと、キングゴリラちゃん、ちょっと弱い。ちょっと弱いぞ。うん。個人、今の時点でね。今の時点の感想で。だって第一スキルが何も開かないっていう時点で、ちょっと、寂しい。なんか何も、絶対何も開かないっていうのなんか寂しくないやっぱり。これどこいいんだろう。抜かれちゃったかな。俺が抜かれそうだね、これ。あれどこ行った？青いるんだもんね。ちょっとこれ、バナナ使っちゃいますか。バナナ使って、オラ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 この威圧感。スピードアップぐらい欲しいですね、やっぱり。あ、なんかすごい、どうした？オラーどんな効果があるかにもよるな、やっぱり。うん、はい、というわけで、キングゴリラちゃん使ってみたんですけど、個人的な感想としては、あまり強くない。で、僕が今注目してるのが、こちらのゴールデンゴリラちゃんでございますね。まあね、ギア全部解放させていただいたんですけど、まあ、ちょっとこの黄金のバナナやってみますか。新しい能力なんで、これちょっと試してみましょう。はい、時堂さん、ゴリラさん、ポノくんさん、よろしくお願いいたします。というわけでね、新しい新スキルを携えて、ゴールデンゴリラちゃん。このアップデートによって、ギアの追加によって、ゴールデンゴリラちゃん、はい、課金の金額に、お値段以上の能力を手に入れることができました。はい、これマジでおすすめです。今マジで俺爆裂にハマってる。まあ、ちょっとこの黄金の、後で説明しますけど、黄金の拳、強、なんだろう、黄金の拳、強、強いスキル、そんなんだ、終わっちゃったね。はい、ボボンさん、亀ゴリさん、ゴリラさん、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、先ほども言いましたけど、このゴールデンゴリラちゃん、お値段以上のゴリラくんになりました。はい、何がゴリラくん、そんなね、強くなったかというとね、この後紹介する黄金の拳強というのをね、お楽しみください。多分ね、この黄金のバナナはね、ネタですね。ネタですね、これ多分。あ、これ終わっちゃうよ、これ。終わっちゃうよ、ほら、ブーン、終わんねえや。じゃあ、解放させてもらいますかね。ゆっくりバナナを、そんなナメプされちゃうと俺、ちょっと、やっちゃうよ。そう、もう終わるよ、俺。終わっちゃうよ。ちょっと、ごめんなさい。動画のために、ちょっと、僕は、動画のために僕はバナナを集めます。ごめんなさい。許してください。何でもしますから。何でもするとは言っていない。ピシューン。よし、これで、ゴールデンバナナが、設置することが、終わっちゃったー。ですね、今のこのギアが追加された環境、はい、見ていただければわかると思うんですけど、確実にゴリラ環境でございます。ゴリラが強い環境でございます。はい。もう見ていただければわかると思うけど、まあ、サバイバーもね、調整来たんですけど、まあ、それはね、ナーフといった形で、そうですね、アップデートされた子もいらっしゃいますし、激烈な強化をもらった、ね、ゴリラちゃん、いますね、ここに。これよいしょ、いますよ、これ俺ちょっと殴っちゃうよ、俺。はい、やっちゃった。くっそ、マジか。これは生きながらえましたね、この子。どうした？何それ？何それ？何使ったの？マジで？何それ？俺知らないんだけど、その無敵化どういうこと？まあいいや、とりあえず解放して、じゃあ俺もバナナ使っちゃおっかな。行くよ。みんな見ててね。あ、いててててて。みんな見ててね。これあんま、行くよ。ほっ、ボーン。ウィーン。これ強いか。あれ、もう抜けられてるし。弱。ちょっと待って、弱すぎへん。でも、何回か使えるんだね。いや、これはどっちかっつうと設置しておいて使うような感じなのかな。これはでもいただきましたね。あざした。なるほどね。うん、弱い。はい、ゴリラさん、私らさん、ゴリラシンさん、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、ゴールデンバナナは即外しました。はい、クビです。あいつあいつダメです。あ、弱い、あれ弱いです。はい、すっげえでけえ。そうなんですよ。なんかゴリラのこの巨大化もう調整が入って、なんか見た目めちゃめちゃでかくなったらしいです。当たり判定とかはね、変わってないらしいんですけど、これどうしようかな。赤、こっちから赤挟んでもらって、で僕は、こちらのゴールデンゴリラちゃんの第1スキルを変えてきました。はい、ボーン。はい、今何が起きたかみんな見えました？殴ることによって無敵化するんですよ、一瞬。ほら、げつなく強くない？これもう実質的に、これどこ行ったんだ敵、わかんない。これ敵でもね、そうなんですよ。実質的にこれ無敵化の、例えばモヒカンちゃん、もう完璧にキラーですよ。モヒカンちゃんなんてね、このゴリラちゃんがいればもうすぐもう全然倒せるから、マジで。今まで皆さんモヒカンちゃんにね苦しめられてた人もいるんじゃないでしょうかね。ほら、ビヨーン。正直これだったらさ、殴りながら歩いた方がさ、めっちゃ速い疑惑あるしね。ほら、すごくない？ああ、そこにいたんだね。うん、探知がないからわかんねえや。はい、ヒカルさん、大将校さん、まずは話し合おうさん、よろしくお願いいたします。というわけでね、そろそろしまいにしていきましょうか。まあね、このゴリラちゃん相手にも正直強いです。はい。なぜかというと、無敵が強いから。無敵が強い。で、このスキルの、終わっちゃったよ。こんなんじゃしまんないよ。はい、大将校さん、福田陸さん、生殖体飲酒 XXXY さん、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、神様来ましたけど、全然脅威じゃございません。神様ですらもうね、悪語をひねるごとくやっていきましょう。いや、なぜが強いかというと、この無敵のスキルが、第一スキルを解放した時点で使えるっていうところがまず強いです。はい。まあね、パンチした後なんで、やっぱり少し、無敵時間はすごい少ないんですけど、時間としてはね。ただ、無敵化できるっていうことが強い。本当に。いくよ、ビューン。これどこ行くんだろう。緑行ってますね。もう神様だってさ、バリアさ、無敵化しちゃえばさ、ピリーンって、どうなんだろう。どうなるんだろう。それ俺わかんねえな。います、緑。これ殴ってほしいな、ここ。オッケーオッケー。で、ここを破りながら、なんで攻撃しないんだ、あなたは。諦めちゃダメだ、神を倒す。あ、紫行くわ。いやー、ちょっと待てよ。ただそうですね、神様もこのバリアがでかくなったりとか、ナーフはね、食らってますからね。ちょっと足が遅いな。バナナ使おうか。そう、バナナ使えばいいんじゃん。どうしようかな、これ。普通に負けそうなんですけど。どうしよう。いける、これいける、オッケー、よっしょ、グッド。はい、というわけでね、アップデートいろいろ来ましたね。ほんとね、あとはね、もうあと本当にね、トラップ、新しいトラップが増えたりとか、ボムトラップとかね。このボムトラップっていうのはバナナゲージ、踏むことによってバナナゲージが、下がるのと、ちょっとスタンするっていう効果とか、あとはタケノコトラップ、話題になってましたね、タケノコトラップ、どの子が持ってたんだっけな、スペースゴリラちゃん、ね、スキル1をゴールトラップに変更するということでね、踏むと、タケノコがビュッて、壁がビュッて出てくるっていうね、能力、ね、もうこのスペースゴリラちゃんもね、すごい調整が入って、もうなんかもう、俺、頭がもう、ってなっちゃってる、もう本当に。もうわけわかんないことになっちゃってる、本当に。いろんなことが起きすぎてて、ただ、新しく出てきたこちらのキングゴリラちゃん、個人的な感想を言うと、スキル1がないのがちょっと寂しい。正直その時点で僕ちょっと使う気ちょっとないかもしれない。主として使っていくことはないかなと。秘宝パワーの能力がどのようなものなのか、ちょっとそこら辺解析をねちょっと出していただければね、その能力、何個でどのくらいの能力があるのかって、その能力値によって少し変わってくるのかな。正直言うとこちらのゴールデンゴリラちゃんマジで強い。みんななんで課金しないの。みんな課金しな。これ強えよ。やってて楽しい、こいつマジで。第一スキルが最強すぎる、マジで。これだって、一番よ、一番。今のところ僕の、ゴリラちゃん、ギアとかね、解放して少し見てみた感じだと、こいつが最強だと思ってる、今。ゲーミングが強いかなと思ったんだけど、ゲーミングもちょっと調整入っちゃってね。全強化とかなくなっちゃって、少しね、弱体化食らっちゃいましたけど、このゴールデンゴリラは強えぞ。正直、キングより多分、上だと思います、強さは。もう個人的な意見なんですけど、すごい。いい調整来たね。他にもね、なんかいろいろね、調整来てるんですけど、まあ、先ほどの皆さん見てもらった通りね、神様のバリアがちょっと大きくなった、当たり反対大きくなったみたいな、そういうのもあるんですけど、ちょっと説明しきれないんで、ちょっとこれだと俺、ちょっと24時間ぐらいね、回さなきゃいけないと思いますんで、今日はここら辺で終わらせたいと思います。皆さん、ゴールデンゴリラ、課金しろ。よろしくだ。ではまたお会いしましょう。ゴリオン1周年おめでとう。じゃあの。